私の作品集木彫り編として作品をまとめてみました。私は木のぬくもりが好きですので、色は塗らず自然な色をそのままにし、透明なニスを塗るだけにしたものがほとんどです。それが年数を経るにつれ、木そのものが持つ性質でしょうか、深みのある素敵な色に変わっていく様が、また何とも言えない楽しみになっています。作品もそれぞれ作ってからかなりの年数が経っており、50年弱くらいのものもありますが、これからもこれらの作品を大切に使っていきたいと